はい、ビールズンドカイトリーでございます。本日はですね、佐山のゲストに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどですね、この素敵なジムをですね、ご紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、いろんな思いでね、このジムがある。まあ、今ちょっと、こちらでは流せないいろんな話もさせていただいたんですけれども、そうですね。初めて知り合ったのって、何年前だろう、もう8年前とか。9年ぐらい前だ。9年前ぐらいだ。はい、だそう考えると、本当になんか、佐山も、僕の中では、はい、YouTube 通じては、はい、今の佐山見てる時間は長いんだけど、はい、だけど、実際、対面して会った佐山の印象でいうと、はい、サングラスしてタオル巻いてる佐山それとしか会ってないよね。それがもう本当に佐山っていう格好だったので、それはもうそうですね。なんかそう考えると、はい、なんか歴史を感じるというか、だから佐山今、40になりましたね。だから俺今年51になるのよ。だから多分知り合った頃ってだから30ちょうどぐらいの時で、僕そうです、そのぐらいでした。でもまだ40ちょうどぐらいの時だったから、だからなんかね、親戚のおじさんみたいな感覚でいるのよ勝手に。だからなんかバイタリティあってすごくこう行動力あって頑張ってる佐山見てる反面、なんか親心みたいな感じで大丈夫かな、大丈夫かなみたいな一生懸命やってて分かるんだけど、なんか大丈夫かなとか思ってこう心配したりもしながらね、やっぱり普段見させてもらってるんですけど、はい、まあ今本当ね、ボディもそうですし、経営者としても、はい、ご活躍されてらっしゃる中でですね、はい、10年前と今と比べると、まだその時は YouTube やり始めた頃だ、ね、やり始め、まあやってはいるんですけど、うん、そうですね、オフィスチェアでさ、はい、オフィスチェア椅子2つ並べてこう、はい、コロコロやってた、やってました、とかあったね、やってました、あの頃だもんね、あの頃があり、まあでもそれを考えると今自分のジム持っててるっていうのはちょっと考え、あの頃は考えれなかったんで、うん、この10年で行動していって、うん、まあやっぱ何もしないって一番良くないというか、うん、失敗も成功も何かやらないとしないと思うんで、確かにこの10年多分いろいろチャレンジしたとは思いますね。なるほどね、はい、それがいい方にも行ったのもあれば良くない方向に行ったのもあると思うんですけど、うん、まあ一個ずつこうチャレンジして行動していって、うん、だからなんか途中からちょっと忙しすぎて記憶ない時とかもあるんですけど、なんだろう、そんな今までまあいろんなチャレンジをしてきたと、良かったのかと悪かったこともあるけど、まあ、一番良かったチャレンジっていうと、どんなチャレンジがありますか？一番ってつけにくいかもしれない、ね、あ、でもやっぱりその一番っていうのも違うと思うんですけど、うん、トレーニングに真面目になったっていうのも、もしかしたらこれは自分の中では一つこういうジムを作るきっかけにもなったところというか、なるほどね、うん、まあ直接の筋トレってお金にはならない、うん、けどやっぱりそのそれこそマッチョ活動やってたのって、うん、筋肉の大きさもなかったし、うんうん、今と比べると ね、 そうなんですね、もう二回りぐらいでかくなってるもんね、とか、うん、やっぱりなんかその筋肉に対して真面目になったというか、うん、真面目になったからこそ、まあ、マシンにも興味持ったりとか、ね、トレーニングの内容にも興味持ったりとかしたんで、うん、まあ、うん、そういうところもあるのかなとは思います、うん、なるほどね、まあ、普通の人は普通にやっているようなことですけど、うん、まあ、僕にとっては、うん、そこがもしかしたら YouTube とトレーニング真面目になったっていったこととかが、うん、なんか重なってったのかなとか、うん、なるほどね、はい、大会にも出始めたのもその頃ぐらいなのかな。大会はでもマッチやってる時から出てました、うん、あの頃出てたっけ。出てました、うん、でもやっぱり大会に対しても真面目になったのも割とそうやって切り替わったとかですかね、うんうん、そうそう、なんか僕の印象ではなんかそのボディの大会出始めて、はい、でなんかそのあたりぐらいからトレーニングとかボディメイクとか、はい、まあ、元々、ね、めちゃくちゃやってたけど、はい、さらにこう1階層上がったなっていう印象を僕の中では思ってて、ありがとうございます、はい、なんかそれがきっかけだったんじゃないかなとか勝手に思った。あ、でもそうですかね、うん、まあ、あとはその誰と一緒にいるかとかで変わるじゃないですか、うん、はい、まあ、そういうきっかけをくれたら、まあ、横川君だったりとか、まあ、他のトップ選手だったりとか、まあ、それこそマッチョ29にいた頃って、うんうん、そういうトップ選手とのつながりがあんまりなかったと、そうか、うん、まあ、あんまり僕のボディーに対して真剣でもなかったんで、うん、僕もなんかちょっとこうどうしようかなって悩んでる時に、うん、まあ、横川君をやったりとかして、うんうん、まあ、やばいなっていう、うん、
でなんか刺激受けたりとかして、それ5年、何年前だ、4年ぐらい前だったりするんですけど、なるほど、そこからなんかちょっと変わっていったりとか、まあそうだね、それはやっぱり日本トップクラスの体の人で、まあそれ取り組んでる、まあ横川さんとかだったら、まあ余計にその刺激を受けた熱量っていうのは大きかったかもしれないですね、はい、そうですね、そういう、まあ、横川君とかとつながって、うん、まあ、もともと知り合ったんですけど、まあ、取り組みもあったりとかして、うん、そこから今度は木澤さんとか、うん、ボードさんとか、うん、まあ、そういうトップ選手ともこう、そうだね、つながっていって、うん、まあ、やっぱりそこから学ぶところも多かったりとか、うん、まあ、やっぱそういうところからやっぱりこういうジムを作りたいとかなっていったので、うん、まあ、結局なんか、まあ、僕ももともとゴールドジムとか行ってたんですけど、うんうんうん、木澤さんのジムにあるマシンのサイベックスのハックみたいなとか、まあ、そうなるよね。そうなっちゃう。そうなる。それは分かる。そうなってしまって、あとやっぱりその、うん、さっきも言ったように鉄のプレートだったりとか、いろんなこだわりが出てきたりとか、うんうん、どうせジム出すんだったら、うんうん、やっぱこだわりたいなとか、うん、ただなんかその決められたマシンではいどうぞ、うん、よりはなんか僕が今まで使ったマシンで、うん、本当に良かったものを使ってほしいなっていう感じだったので、うんうん、はい、まあ、ただこうひな形的なジムじゃなくて、まあ、まあそれだけこだわりもそこで表現したかったと。あ、そうですね、うん、なんかちょっと話ちょっと戻っちゃうんだけど、はい、そのボディビルの話した時に、いや結構以前から、はい、ひょっとしたらなんか動画とかで言ってるのかもしれないんだけど、はい、気になったんだけど、はい、ちょうど佐山がボディ出始めた頃でも、もうすでにフィジークって始まった頃だったと思うのよ、はい、始まってます ね、はい、だけど今まあそのフィジークもまあすごくまあ、メジャーというか、はい、あの発生してるでしょ。だけどどうしてその頃も今もだけどボディを選んでるのかな。あ、でも僕もともと東京オープン、うん、フィジークみたいな流れでずっとやってます、うんうん、あれそうだったっけ。そうです、そうです、東京オープン出た後、うん、フィジークで地方を寄せてて、うん、オールジャパンみたいな流れで、うんうんうん、そ, そうか出てたね、そういえば、はい、出てました。え、でもなんか自分の中ではすごく最後といえばボディのイメージがあって、多分それ最近だと思います。そうかな、最近のイメージだと思う。僕でも初期は僕もフィジークで、でした、うん、そうか、そうだったね、はい、今なんかそう言いながらあの昔思い出してって言ったけど、はい、大会の写真とかあるね。あります。そういえば、はい、そこから、まあ、ボディービルに本当に切り替わったって割と最近です、うん、2021年ぐらい、うん、2020年ぐらいの、うん、今までで一番いい体で出た大会で西ダックスってやつに負けたんですよ、うんうん、西田君、はい、あ、そうです、うん、今まで負けたことなかったのに、うん、西ダックスに負けたってことは、フィジークでってことだね。あ、そうです、そうです、うん、これもダメだなと。そう、部長だから全国アンケアしてた頃、うん、あ、そんぐらいですね。そんぐらいの時に、うん、まあ、何回か戦ったことあったんですけど、うん、その翌年ぐらいに西ダックス負けて、うんうん、あ、西ダックスに遅れを取るようではやっぱり僕の骨格的にはフィジークは向いてないんだろうなっていうので、なんかすごいボディビルにもう振り切ろうって西ダックスに引導渡されちゃったそうですね、まあ、今までどっちも好きだったんでどっちも出てたんですけど、うんうん、でもボディビルってなると今度は足を持ってやらなきゃいけないじゃないですか、うんね、より厳しいところだったんですけど、当時足嫌いだったんで、うん、嫌でしたね最初は。あ、そう、はい、でもやっぱ今はもう足のイメージあるよね。それはあのハックに、ハックスです、ハックがそう思うのか。それこそそのハックも横川くんに、うん、ハックスクワット置いた方がいいって言われて、うん、その家に、うん、家にというか、まあそうですね、できるところにね、はい、最初僕ケーブル置こうとしたんですよ家に。ほうほう。でケーブルなんかいらない、うん、ハックスクワット置けって言われて、うん、そっからハックスクワットっていうのが多分、うん、まあ、前からもちろん皆さんやってる人はいたと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ流行ったんですよ、うんうん、だからそういうやっぱ人とのつながりで、うん、誰と一緒にいるかで、やっぱその僕がハックスクワットにこだわり出したりとか、うん、ハックスクワットでこういろんな人を縛いたりとかしていって、うん、それなんか新しいコンテンツが生まれたりとか、うん、とかですかね。なるほど、はい、まあ、足の人ではないですけど、うん、まあ、ハックスクワットで縛いて笑ってる人みたいな縛いて笑う。そうです、そうです、はい、確かにそういう絵はよく出てくるよね。そうなんですよ、はい、でやっぱり家にそういうマシンとかを置いたことによって、うん、いろんなトップ選手も来てくれたりとか、うん、っていう感じですね、うん、なんでまあ今また今度全部上から下までジムにした場合、ね、さっき言ってたけどいろんな人が多分また来てくれたりとか、うん、っていう未来が見えるんで、うんうん、でそれこそ家なので、うん、筋肉合宿もできるじゃないですか。筋肉合宿泊まれるんでなるほど、そう合宿所がジム。そうです
でキッチンもあってお風呂もあるので、だからもう寝泊まりもできるジムなんですよ。もう丸々一軒。寝泊まりで上から下まで全部ジムで、下はもう足の和紙、こっちはケーブルとか胸とか、うん、背中とかってもう全部分けて。フロア別に。あ、そうです。すげえ。それを今僕考えてて。面白いな。で、なんかいろんな電気屋さん、電気屋さんみたいなですね。そうですそうです。ここは白物家電みたいな、はい、そんな感じです。もうそういう家にしたくて。ここでやっぱり素晴らしいジムなんですけど、そういうなんか一軒家をまるまるジムにしちゃったらまた面白そうだなっていう。なるほど。はい、これでまた新しい。めちゃくちゃ面白いですね。面白いと思います。だからそういうのを今考えてて、ちょっと今にやけてます。うん、だからそのこの神田のジム作るとき何が一番楽しかったかって考えると、マシン選んでるとき一番楽しかった。わかるな。マシンの、ね、ジムの時はマシン選びいいし楽しいよね。マシンのカタログ見て、うん、あ、これいいなって、実際見に行って使って、あ、昔使ったマシンとかももう一回使ってとか、その時はすごい楽しかったですね。マシン選びは非常に楽しかったです、ね。あのプレートのさ、こう鉄でカンカンいう音の話とかもさっきも出てたけど、あれもやっぱりね、ジムをやる人しかわからない。いや、わかんないと思う。そのなんていうかな、プレイヤーだったら、はい、トレーニーだったら、まあもちろん言ってること全部わかると思うんだけど、はい、だけど、あれなるためにあれを置きたい、鉄プレートを置きたいっていうのって、はい、ジムをやってる人しかわかんないからだよね。わかんないと思います。はい、あれは、あれ聞いて、そうですね、だから俺も鉄プレートとラバープレートもあるんだけど、はい、鉄プレート置いてるもんね。うん、ベンチの時のね、いや最高ですね、ポロポロとカラカラっていうのとか、はい、あれがね、緊張感が伝わってくるんで、ね、はい、本当は最初、うん、あのこのジムもフリーウェイトエリア、うん、っていうかパワーラックとベンチプレスだけ、うん、今のこの鉄のプレートにして、あとはラバーの、うん、まあ、普通のやつにしようかな、そっちが安く済むにしようかなと思ったんですけど、うん、いやそれじゃ妥協してるな、うん、ダンベルも妥協して、うん、なんかラバーもその辺のやつにしようかなって思ってたんですけど、いやダメだな、ダメだこれはと思って、やっぱり全部プレートにして、ダンベルも鉄とかもいかんとかにしたら、もうかっこいいよ、ね、めちゃくちゃかっこよくなった。いや分かる、かっこいいよ、ね、やってよかった、単純にかっこいいよね、思いました。それはこれをオープンする前、うん、ここであの飲んだんですよ。どうだね。え、あのマシンが入った状態で、はい、おお、もう二度とできないんですよ。何人ぐらい、何人ぐらいだったら6、7人ぐらいですかね。あのやっぱり最高でしたね、この新品のマシンと。でも分かるな、はい、俺もあのオープンするときに、はい、なんだかんだ片付けしてて終わった後、はい、その酒はなかったけど、はい、みんなでお菓子食いながらピザ頼んで、スタートね、はい、でピザ頼んであのコーラ飲んでしてたけど、その時も同じこと言ってた、これもう二度とできない、ね、二度とできないんで、オープンは前々日ぐらいだったね。このマシンたちを見ながら、鉄のプレートを見ながらお酒を食べ、あ、飲んで、馬刺しを食べ、馬刺しを食べ、そうなんですよ、はい、まあ、それは本当なんだろう、ジムオーナーでなきゃ経験できない体験だね。できないですね、うん、はい、もう久しぶりに会って、ね、付き合い長いですけど、はい、いろいろと前進してるなっていうのを感じますね。すごい、すごい。だってもう本当この10年、改めて、まあ、早かったっすね。あ、そう、はい。でもさ、この10年本当考えると激動の10年だから、はい、例えばそれまでの30年とその今の10年でいうと、もう全然今の10年の方が早かったし、多かった。あ、そうですね。いろんなことが多かったでしょ。はい、多かった。それがやっぱりね、まあ、成長といえば成長なんだけど、人生にパラダイムシフトが起きてるよね。うん、あのパラダイムシフト、今までがまあこうだと思って生きてきたわけでしょ。はい、例えば、まあ、マッチョの仕事にしようとかって思い始めた頃って、はい、まだなんか何のこっちゃ分かんない、分かんない状態だったと思うんだけど、はい、でもそこから本当にマッチョの仕事にし始めて、YouTube であったり、はい、いろんなことに取り組んでいったことによって、こう人生観とか今までの普通とかこうなるっていう世界観がガラッと全く別人の世界のように変わったと思うんです。変わりました。変わりました。変わりました。そこでやっぱこう大きく自分がこうだと思ってた世界観、価値観っていうのが激変したと思うから、はい、本当この10年はその前の30年よりも大きな10年だったんじゃないかなと。はい、大きかったですね。なんだ、もっと早く筋トレしとけばよかったと思いました。あ、本当に。まあ、そう思うと筋トレってすごいよね。筋トレすごいですね。やったらちゃんと。いや、そうそう、本当そうなの、ね、結果も出ますし、サボったらサボった分の、そうそうなんですよ、やっぱりすぐ筋肉さんは、うん、あの、ね、やっぱサボったらすぐいなくなっちゃうんで、そうですね、
や自分もペースもコロナ前まで結構詰めてやってたんだけど、はい、コロナ以降やっぱり一気に減っちゃって、あもう、まあ、今もほんと軽くしかできてないんだけど、はい、もう顕著だね、もう全然重量も上がんないし、はい、木澤さんとマッスルハウスジムでゴーストさんのジム行った方がいいと思います。うわ怖っ、はいはい、怖いですけど、ね、今までやってたことが、うん、あ体操だったなみたいな。そうだね、はい、いつだったかな、だいぶ前にジムオープンする頃ぐらいに、はい、ゴーストさんのセミナー一回受けたことある、ね、あ、あの時もだからあれだったよ、はい、あのストレッチポールを置いて胸ストレッチさせるベンチ、あそうなんです、で、はい、今なんか誰かやりたい人ってすごいと思ってやったけど、はい、どんだけストレッチするんだと思いながら、まあそうっすね、切れちゃうよと思いながら、はい、油断すると切れます。いや本当そうだね、はい、それお困りなしでやってる人だからね。そうですね、それで、それで繋がるからでかくなるんだっていうのが前提だもんね。まあ間違ってないんだけど、木田さんも実は1回しかお会いしたことないんだけど。あそうなんですか、はい、1回だけご挨拶だけちょっと話していただいて。あでもあれまたジュラシックカップ出るの？ジュラシックカップ今年ちょっと僕本当にこのジムとかで忙しすぎて、うん、やっぱりその思うように上流ができなかったんですよ。参加資格あるよね。参加資格はある、うん、でも絞り切っても去年より多分良くなってないっていうのが分かるので、うんうん、なので今年は公式戦をお休みして、うんまあ、ジュラシックアップもちょっとお休みした方がいいかなと思ってて、うんまあ、本当にまた、まあ、環境整えて、うん、来年に向けて、まあ、それこそ一軒家そこなのね、一軒家作る、それがなんか今一番の目的なんですか。今僕はもうその目的はもう一軒家の事務化。それちなみになんか何月ぐらい完成予定で考えてるイメージとして、イメージ早ければ秋ぐらいじゃないですか。秋ぐらい、マシンのやっぱその納期の時間とかあるので、ね、まだ決めてないので、うん、そうか発注して、はい、まあ一月二月かかるもんね。それこそここら辺にあるマシンとかってめちゃくちゃ遅いんで、そうか、はい、そこから製造で船便でだから3ヶ月かかっちゃう。もっとかかるもんね。マジ、はい、プライムなんかは1年待ちのもん。マジであります。プライムのハックスクワッターって、うん、まだ日本に出てないんですけど、それ納期1年半待ちとからしい。マジ、はい、とかあるので、やっぱ早いものは早いんですけど、うんうん、遅いとまあ1年とかかかっちゃう。まあさすがに家にそんな遅いのは入れないですけど、まあだから今から決めてもなんだかんだね、まあ半年後とかになるのかな。なるかもしれないですね。はい、まあ、今なんで、ちょうど物件を探してます。内見行ってますね。寝床の、 あそっち側のね、はい、だから今の家を今の家は筋トレハウスにするから、寝る物件を探して、はい、内見行ってます。まさに主従関係が逆転してるけど、ね、はい、やっぱり行動が多分早いかもしれないです。いやそうだよね、あもう家ジムにしたいなって思ったら、うん、もう次の日は内見予約してました。なるほど、はい、いやそういうことだよね。だからこの10年それだよ、それかもしれないですね、うん、やっぱりこう思い立って行動して、はい、でやってトライアンドエラーで修正してってやってきたから、やっぱりこの10年の、はい、まあ、いろんな成長、体を持てるのとビジネスも含めいろんな成長があるんだろうなと思うし、ね、はい、うちの会社とかでいうと人々の心や体の健康づくりに貢献するっていう経営理念のもとやってるのね、はい、まあ、さっき佐山も筋トレやった方がいいって話があったけど、はい、筋トレって例えば勉強とか仕事とかスポーツとかって、例えば勉強でもその時必ず100点取れるっていうのはないわけ、出る範囲が分かんないですね。で仕事でもやったとて必ず成功するとは限らず、ね、でスポーツでも相手がいたり環境のコンディションとかもあったりするから必ずいいパフォーマンスが出せるとは限らないね。だけど筋トレに関しては10回やったら10回やったなりの成果が 100% 出るんだよね。でそれはもう男性女性子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんな一緒で、そういった意味では 100% 成果が出るというようなことっていうのは世の中に実は意外とないのよね。あ確かに。そういった意味では 100% 自己肯定感を与えてくれるものが筋トレだと僕の中では思ってて、そういった意味ではやっぱこう筋トレの啓発をねしたいとも思ってるし、する人が増えてくれることもありがたいなと思ってるね。佐山自身もトレーニングしてみんなにこう憧れの体になることによって、はい、たくさんの人のこう筋トレの啓発ができてるというのは素晴らしいことだと思います。ハックスクワットに限らず高重量のちょっと恐怖を感じるようなトレーニングあるじゃないですか、うんうんうん、あれって本当に心も体も健康じゃないとできないなって思います。確かにそうだね。サイドレイズの軽いサイドレイズは別に心も体もちょっとそんなに不健康でもできるんですけど、やっぱり最近僕もやっぱちょっと忙しかったりとかしてちょっと病んでる時とかもあって、うん、そういう時ってやっぱりできないんですよ、うん、
分からない。そりゃそうだよね。できないですよね。こうなってないとできない、うん、でそれができる時ってやっぱり心も体も健康なんだなっていう、そこで、あ、今日俺健康だったとか、あ、俺今日も健康だったありがとうございますって、うん、明日やれる時は毎回思います。なるほど、健康でよかった今日。なるほどね、まあね、あのハックに限らずだけど、高重量に向かう時っていうのはもう全部そうですね。そうですね、うん、はい、特に足トレに関しては健康でありがとうございますっていう気持ちで、心と体が健康じゃないとね、コンディション整ってないとね、整ってないとやっぱりあの恐怖というか、あれには立ち向かっていけないんで、まあ、もし体が元気だったとしても気持ちがグラッとしてる時なんかだったら無理してそうやってやっちゃうと怪我するかもしれない。怪我するね。そうです。だからそういった意味では気持ちのバランスっていうのは取れてるし、いや、めちゃくちゃ大事ですね、うん、本当に心と体が健康じゃないとやっぱりいいトレーニングができないなってなんかつくづく思いました、うん、まあ、まさにね、それが本当トレーニングしない時でもやっぱりいい状況だと思うので、まあ、ぜひね、その状況を作るためにも筋トレをしていただきたい。いや、本当になんか卵が咲くか鶏が咲くかじゃないけど、幸せのために筋トレをする。筋トレすることで幸せになるのでね、はい、いいこう循環なので、ぜひね、皆さんに取り組んでいただいたと思います、はい、なんかもうこれ終わりになるのに、今更こんな話と思うんですけど、なんか前腕めちゃくちゃでかくなってるよね。前腕はゴードさんにも褒められました。あ、そう、やっぱり、はい、結構見てきてるけどさ、なんか前腕でかいなって。前腕そんなやってないんですよ。あ、そう、はい、多分力入ってんだろうね。あ、入っちゃってる。握りと人の使い方、はい、結構あのアーモの選手とかはそんな前腕してるけど、さあ、あの体格だったら前腕でかかったらやっぱりいいよね。まあ、でかく見えるかもしれないですね、うん、こうラットスプレッドやってる時に、ね、はい、最後の最後で急に余談がありがとうございます、はいはい、ぜひですね、また、はい、皆さん動画の方よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、ではまた最後の機会がありますので、はい、今度はマッスルハウスにですね、はい、またご招待いただきたいと思います。マッスルハウス、あ、いいです。筋トレハウス、ね、あ、まあ、ぜひぜひ、はい、完成したら、はい、お願いします。またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい。